長い長い冬が越えて、やっと春ですね。かっこチャンネル春。はい、今日は見てください。こんなピンクの可愛らしいお洋服を着させていただきました。はい、春なので、カゴがどうしてもどうしても歌いたかった曲です。こちらモーニング娘。の桜組、桜満開です。というのも、私がこの季節で歌いたいなと思っていた曲なんですけど、リクエストの方にたくさんたくさん皆さんから桜組歌って相棒とお寄せいただいていました。ありがとうございました。というわけで今回カゴが歌ってみたいと思うんですけど、とにかくとっても久しぶりの曲なのですが、いやこれね、当時いい歌すぎて16歳5歳とかだったんですけど、レコーディングの時に泣いたんですよね。良い歌すぎて、もう特に大サビにかけてくる朝倉満開胸の中っていうここの音、タラタララって、もううーってなっちゃうぐらいすっごい、まあ今何回も聴いても感動しちゃう曲なんですけど、はい、リクエストもたくさんいただいたし、カゴも歌いたいなと思っていた曲なので歌わせていただきました。それでは聴いてください。カゴ愛で桜満開。胸が張り裂けそうだから、
はい、というわけで今日カゴが歌ったのはモーニング娘。桜組の桜満開でした。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。久々に歌わせていただいてすごく気持ちよかったです。当時のファンの人だったら絶対知っているカゴのパートがあるんですけど、頬細めっていうとこですね。そこは当時と同じように頬細めと頬に手をやってみました。見逃した方はもう一回巻き戻してみてください。はい、ここでスタッフさんからリクエストが届いているようなので読みたいと思います。もういいよスタッフさんのリクエスト。何リクエストじゃない、質問だって。桜組の桜満開お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。先日ハロプロファンの青春を描いた映画あの頃の公開もあって、その主題歌にも選ばれている曲のことをカゴさんに質問した時に、カゴさんはその曲名をなんて呼んだんですか。何ですか？そうですよ、コイングって呼びました。これコイングっていう曲じゃなかったみたいで、私モーニング娘。やっていてその曲も歌ってたんですよ。なんですけどコイングと思ってた曲が、ほんとこの1ヶ月ぐらい前ですかね、お料理チャンネルをやってる時にですね、カゴさんこれコイングって読むんですかって言われて、そうですよ、コイイングです。え、ING って読まないんですか。いやいやいや、コイイングです。え、コイイングだよとかって言って、ね、カゴチャンネルのスタッフさんも悪意があるよね。その場でなんかちょっとググって、カゴさんこの歌コイ ING ですって言われて、え、いやいやいや、コイイングじゃなくてって言ってみたら、コイ ING ってなってました。ほんとすいません、自分の曲なのにコイ ING だと思わなくて、コイイングって言ってたし紹介してました。本当に申し訳ございませんでした。というわけで、あの頃という映画にちょっと映らせていただきます。その件は本当に申し訳ございませんでした。十何年間コイイングだと思ってたんですよ、多分私だけかもしれないです。本当にすいませんでした。はい、というわけでハロプロに全てを捧げた男たちの青春の日々が、あの頃という映画なんですけど、なんかそこにそのコイ ING? コイ ING ですとかがなんか歌われているようなので、私まだ見てないんですけど、これからちょっと見たいなと思いました。はい、というわけですっごい素敵な桜満開を歌わせていただいたのに、コイ ING をコイイングと言っていて申し訳ございませんでした。これからもこんなカゴですが、カゴ愛に歌ってほしい曲やリクエストがあれば、どしどしメールやメッセージにてお寄せください。はい、以上、かっこチャンネルでした。